ポセイドン2分の8アルファです。正解だつまらない。え、毎日毎日簡単すぎる授業の繰り返し、退屈だ。ひどいよ。普通が一番だろ。ほら、鼻くそごっこ出そうぜ。うるさいな、飽き飽きしてんだよ。そうだな。よし、わかった。やるしけ、トイクしないか。天才のお前にぴったりの学校があるぞ。諸君、入学おめでとう。ペンはロケットランチャーよりも強し。ペンはロケットランチャーよりも強し。この学校は世界を変えるために天才を詰めている。それがこの私立天才中学校の理念だ。そして成績トップの優秀者のみが生徒会長として学校の規則を自由に書き換える制度を持つ。生徒会長。諸君、天才としてこの学校生活を楽しむよ。よろしく、僕ゆうと。君は？やねすけ、よろしく。ねえねえ、一緒に部活の体験練習行かない？よし。物理法則にのっとった X イコール 3Y 地上の曲線をきれいに描いてるね。バーカ、それを言うなら X の地上 3Y プラス俺の気合だろ。みんな頭もいいし楽しいな。一緒にバスケ部入ろうよ。うん、もちろん。ひくちゃんすごい。あの子はきりみちゃん。勉強もスポーツもできる人気者なんだ。好きだ。え、その日から俺は授業中も真面目に勉強し、バスケ部の練習に精一杯取り組み、放課後は友達と目一杯遊んで。大丈夫？大丈夫？ほんとゲームばっかりやって。忙しいながらも日々の生活を楽しんでいた。ねえ、あんた聞いてんの？ねえ、ねえ姉ちゃん。本日は中間テストだ。それでは始め！俺は天才、こんなの楽勝だ。前回の中間テストの順位を発表するぞ。な、そして1位の君、おめでとう。君が生徒会長だ。嘘だろ、しかも君ちゃんが1位。君ちゃんおめでとう。校則どうするの？君は頭の悪い人が嫌いだから、最下位の人から退学にさせれば。そうだね。よし、わかった。校則は絶対だ。じゃあ最下位のアホ太郎は退学だ。へえ。早く出てけ。はい。そしてねすけ、お前も気をつけろよ。ま、小学生だとこの順位が限界か。くっそー。ゆうと、お前何位だった？俺は3位だった。まあ小学生には難しいんじゃない？みんな学校も部活もあって忙しいのに、いつ勉強してるんだ？ま、これかな。これはスタディサプリ、はい、隙間時間に5分間でサクッと勉強できるんだ。忙しい時もこれさえあれば。みんな、これを使って俺は1位を取る。そして新たな校則を作って、キミちゃんとスキャンだ。俺の名前はヤネスケ、天才小学生だ。俺にコントロールできないものはない。ある一人を除いては。やばい、お母さんが来た。やばい。ただいま、ヤネちゃん。お、ちゃんと宿題やってんの？宿題やってねえだろお前。スイッチばっかな。やってんじゃねえよ。早く学校行ってこいや。はあ、分かったよ。おい、じゃあピーター、この問題解けるか？114,514。あー、なわけねえだろ。やらすけ、
お前はどうだ？3。お、いいぞ、やなすけ。じゃあ次はな、12+56は68。おお、じゃあこれを微分してみろ。まあこれは難しいかな。 4x+4。 イエー、じゃあこれはどうだ。ポセイドン3乗プラス x 2乗プラス a 分の c マイナス予測3乗プラス、ポセイドン12分の 3πr。 あ、あとポセイドンは自乗できませんよ。おめでとう、勝ちやめ。やったー、授業終わったー、遊びに行こう。よし、じゃあだるまさんが転んだやろ。いいよ。じゃあ俺鬼ね。うん。だるまさんが転んだ。よし、次は捕まえるぞ。だるまさんが転んだ。あれ、どこに行った？うわ、タッチキャー。あんた何やってんの。洗濯物干しなさいって言ったでしょ。またかよ。あんた何なのその態度。もうやめてよ。あんたいつからそんな生意気やったの。くっ、なんだこのクソガキ、ぶっ倒してやる。あんたー、わっわっ、あーわっ、あー、お仕置きモードよ。お母さんのお仕置きモードはやばい。どこ行った、クソガキ。そこか。さあ始まりました、クイズミリオネア。全問正解すれば賞金1000万円。今日の挑戦者はこの方。お願いします。ほら、あんたお辞儀しなさい。小学3年生の屋根大輔くん、勉強は苦手だが持ち前の無邪気さで1000万円獲得を目指す。1000万円手に入れたら何に使うのかな。ポケモンカードを買って、あとはラジコンとか、ブランド物のリュックをたくさん買って一人で海外旅行に行きます。素晴らしい使い道ですね。では早速始めます。最初は1万円の問題です。次のうちしりとりで使うと負けてしまう言葉はどれ。カレー、キュウリ、椅子、ヒカキン。カレー、キュウリ、椅子、ヒカキン、ヒカキン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。やったー。エルメスバーキンルイヴィトン。次は10万円の問題です。次のうちアンパンマンの友達はどれ。ジャムおじさん、食パンマン、バイキンマン、愛と勇気。みんな友達じゃないの。わかんない、パパに電話する。テレフォンね。じゃあパパにつなぎます。あ、パパ、次のうち、おい、やれしけ、パパの友達はどれでしょう。おい、やれしけ。一つ目が、おい、ジャムおじさん。理解でしょお前、何やってんだお前。俺の酒がねえぞ、酒がねえって言ってんだよ。酒よこせ、酒、早く酒買ってこい。いいかお前、1000万取ったらな、全部俺の酒代だからな。お前の養育費がないから、こっちだ。なあ、酒だ。ごめんなさい。ああ、いいね、いい
ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。次は100万円の問題です。2004年から現在にかけて使用されている1万円紙幣に書かれている人物はどれ？福沢諭吉、ドナルド・トランプ、平妻龍、須田正樹。全員わかんないよ。会場の皆さんに聞きます。0%、0%、100%、0%。おやおや、 C が 100% だけどどうする？もうみんな信用できないから A。 あんた何言ってんの？ C にしなさい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。やったーやったー、嬉しい、やったー。最後は1000万円の問題です。